ビフォーアフターも。こちらは2022年中に撮影された写真をビフォーとし、それらをステージに映しながらアフターとして現在の姿で登場していただき、その変化のインパクトおよび健康的な美しさを競うものとなっております。こちらは ATF としても初めてのカテゴリーとなりますが、昨年のディアスタカップにて今の美しさのみでなく、お客様のビヨンボでのご用意を伝えればと思うことで、ビヨンボの経営陣の意向により実現されました。そしてなんとメンズ部門とウメンズ部門それぞれ優勝者にはビヨンボ様より賞金10万円が贈呈されます。ありがとうございます。メンズ部門ウメンズ部門合計12名の方が出場されるのですが、体重の合計マイナス幅はなんと 280kg。 素晴らしいですよね。1人当たり平均で約 23kg 減量された姿で登場されます。とても楽しみですね。それでは参りましょう。皆様大きな拍手で選手たちをお迎えください。さあ、それでは一人目の選手のご紹介をさせていただきます。一人目の選手、タイトのワンピースや S サイズの服が着れるようにならなそうです。体重マイナスはマイナス17kg。 エクリナゾー205番、鈴木ひろこ選手です。皆さん拍手。鈴木選手、綺麗な中と裏を出してみられ、なんと5年ぶりに恋人ができたとのことで、新宿店3店は本当におめでとうございます。さあ、残りなのは1番は205番鈴木ひろこ選手です。担当トレーナーとともに後陣を披露してくださいます。続いての選手は池泥棒はなんと 33kg。 つくば研究学園生の小島トレーナーよりお弁当を頂戴しております。1ヶ月間体重が減退していて辛い時もあったかと思いますが、僕のことを信頼してしっかりとついてきてくださったこと本当に嬉しかったです。日本大会に向けた第一歩、楽しんでくださいねとコメントをいただいています。それでは参りましょう。
選手に行きましょう。それではエントリーナンバー277番、ナベトリンサチ選手です。体重のマイナスはマイナス16kg の達成です。おめでとうございます。さあ、野田選手、おめでとうございます。それでは野田選手はこのままステージ上に残っていただきます。そして4名のステージ上にいられますです。さあ、ビヨンドジムメンバーさんは4名のビフォーアフター部門の選手、ステージ上にいられます。ここから企画審査のスタートです。まずは皆さん、ダイエット成功おめでとうございます。4名でもすごい健康的に痩せられて、表情も明るくてとても素敵です。私たちも、初めての経験なんですけども、感動してちょっと言葉が詰まりますね。それでは、このまま各審査に入らせていただきます。選手プロトコバックポーズ、フロントポーズ、それぞれの左右一回入れ替えましょう。左右入れ替えます。277番、ごめんなさい、前傾ちょっと見せてください。はい、275番、277番、スイッチ。さあ、選手にエールを送っていきましょう。はい、バックポーズ。はい、それでは、一度左右入れ込みましょう。2対2で左右入れ込んでください。2対2で左右入れ込みステージコントロールお願いします。2対2で左右入れ込みます。さあ、体が変われば人生が変わる、そんな姿をステージ上で披露してくださっています。初の試み、ビフォーアフターのリベンジ、リベンジ、バックポーズ。フロントポーズ。それでは最終チェックさせていただきます。選手フロントポーズ。バックポーズ。選手に拍手、声援をどんどん送っていきましょう。フロントポーズ。トレーナーさんそばにいますか。トレーナーさん、トレーナーさんそばにいたら、もう一回入りましょう。隣立ってください。トレーナーさんいたら隣立ってください。さあ、ビヨンドジムのトレーナーさんと二人三脚で隣の選手の隣ね。
歩んでこられた姿です。もうちょっと外にずれましょう。真ん中ちょっと開けてほしいので、はい、距離皆さん横に並んでましょう。横に並んでください、はい。最後、何でもいいので、好きなポーズ、クレナさんの最後、ワンポーズお願いします。どうぞ。綺麗にポーズを撮って写真撮りましょう。トレーナーさんも脱ぎたい人脱いでもいいですか？大丈夫ですか？脱ぎたい人脱いでもいいよ。さあ、素晴らしい姿、そして最高を選んでいきましょう。じゃあ写真皆さん、お願いします。撮ってください。健康的な食事、そしてトレーニングの習慣、健康的なフィットネス、これがフィットネスのあるべき姿、そんな姿をこのステージ上で披露してくださっています。そんな姿を FPF は心から応援します。 OK、 皆さん素晴らしいステージありがとうございました。感動しました。お疲れ様です。さあ、選手そして日本語のトレーナーともに大きな拍手をお送りください。以上、日本語のトレーナーの本当にこのステージ上で堂々と戦っている姿、4名の選手、そしてトレーナー様にとても感動と、そしてモチベーションをいただいたのではないでしょうか。素晴らしいステージを披露していただきました。なんで一緒に営業しに来たんですか。続いてはビヨンド中夢ビフォーアフター今ありがとうございます。さあ、こちらの向こうの2人も